何をしました。乱暴はやめてくださいよ。ええ、何をしたの。やめろ。あんた行きなさい。はい。くん。やろう。よくも逃がしやがったな。バカ、相手を見て物を言え。邪魔したり。くそ。やろう。神明喝殺流、門馬三郎だ。いつでも相手に立ってやろう。やろう、置いてやれ。すごい投げだ。お前も柔術の修行をしているのか。私は柔術家になりたくて苦労していますが、今の技を見て門馬先生のもとに入門したくなりました。門馬師範の技は大したもんだが、その精神が問題だ。一目惚れは間違いのもとになるからの。どういうことです。精神とは何ですか。門馬先生に精神ができておらんというのですか。いや、そこまでは言わんが、勝つことだけが目的になると稽古も荒れてくる。勝てない柔術など修行する必要はない。武術の真の修行は勝つだけが目的ではない。そのために師と仰ぐ人を選ぶにはよほど慎重にせんといかんの。君は門馬先生の敵ですか。何を言うか。俺は貴様のために言っておるのか分からんのか。分からん。僕は門馬先生のもとに入門する。その強情が車屋根性だ。車屋根性だと。ちょっと、ああ、危ない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 。おろせ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 。それ見ろ、こいつ看護師を耐えとる。看護師を立てるのはこっちだ。何じゃと。俺の親切がまだ分からんのか。待て待て待て。どうだ、わしを寺まで送っていかんか。断る。おい、もう予算か。和尚は君を別の道場へ案内されようとしてるんだぞ。が門馬先生のもとに入門する。書生さんはお父さんを尊敬し、ぜひ入門したいと頼まれたのですが、お弟子になれてよかったわ。入門料50銭持ってるか。あります。じゃあ当分見習い生として通うんだな。はい。先生、道場はどこです。ここだ。この部屋だ。随分荒れてますな。荒れていたら稽古できんというのか。待て。お前の言う通り、この荒れた道場が日本古来からの柔術の落ちぶれた姿だ。さあといえば文明開化、西洋かぶれの思想に押されて、柔術家の暮らしは悲惨を極めながら、我々は柔術界のために戦っておるんだ。ところが同じ柔術界まで西洋かぶれの矢野正五郎という化け物が飛び出して、俺たちの仕事を荒らしかけておるんだ。車屋、貴様運のいいやつだ。今夜矢野をやっつけるが、高額のためについてこい。殺すのですか。いや、殺しはせん。肩輪になるぐらいじゃろう。まあ、闇討ちじゃないの。お前は黙っとれ。先生、闇のやつが今軍の玄関に出てきましたね。みんな眼鏡バレスで待ってます。よし、行け。よし。たった一人を蜂にもかかって闇討ちをかけるなど卑怯よ。きっとあの書生さん入門ことありますわ。あんな男になぜこだわるんだ。お父さん、私の勘ですが、あの書生さん必ずお父さんの片腕になる人です。うるさい。車屋の時に何ができる。私は行動官の矢野正五郎。人違いではないのか。返事のないところを見ると矢野と承知の上だな。
ではない。懲らしめだ。さあ、殺せ。愚かなことを言うな。そんなことでは武術は廃るばかりだ。死ぬ気持ちをなぜ呪術のために生かさん。試合は終わった。帰りたまえ。試合というのか。車屋、もう大丈夫だ。車屋。先生、私が車を引きます。君が引くというのか。はい、僕は車屋です。お乗りください。では頼もうか。一人残らず川へ投げられたというのか。え、投げろ。よし、俺が言って矢野のやつ叩きつけてやる。待ってください、恥の上塗りになります。門馬先生、てめえ今どこにいた。先生、入門を取り消させていただきます。何、入門料を取り返しに来たのか。それとも冷やかしか。返事しやがれ。先生、僕は。待ってください、あなたが何を言いたいかよく分かっています。お願いですから入門断らないでください。父にとっても神明喝殺流にとっても、あなたは必ずなくてはならない充実感になります。姿様。お墨、いい加減せんか。車屋、出て行け。門馬師なんてこんな人だったのか。入門を取り消せば五分と五分だ。表へ出てください。やるっ。待て、来い。やるっ。どうした。いやらしょうから寝るんだ。何、来るか。待て。今にきっと思い当たる時が来ますよ、お父さん。姿三四郎という名前をよく覚えておいてください。恥さらし、車屋に思いを寄せたな。あの人、矢野正五郎のもとへ入門するに違いないわ。くっ。今日入門を許した姿三四郎という青年だ。君は昨日の車屋君ではないか。しまった。何がしまったんじゃい。ダンは知っているのか。ああ、知ってるような知らんような。矢野さん、こいつはダンといい勝負じゃ。しかし厄介なものを入門させたの。どうだ、門馬道場に入門したのか。2時間だけ入門しました。強情のために入門料を損したってわけか。そんなんかせんです。門馬先生のもとに入門したばかりに、僕は矢野先生に対する8人の闇討ちを昨夜見学したんだ。何、先生が8人も相手にされたのか。場所はどこだ。メガネ橋です。先生。姿、昨夜のことは講道館以外では話してはならん。先生の決闘を拝見できるなど、お前は運の良い男じゃのう。先生の強さはそこが知れんです。全く天下無敵の技です。刀で言えば政宗です。村政です。ガーッ。昨日の言葉を忘れたか。技のみに走り、心の修行を忘れれば、その技は矢野さんの最も戒める狂気となるのじゃ。姿、和尚の一括を入門の教えとして肝に銘じておくがよい。はい。
はイノシシじゃな。あの強情を直すのは容易ではありませんが、折にくれ和尚の一括をお願いします。強情さには段も参っています。僕は強情でも負けず嫌いでもない。ただ修行の上で自分の技を身につけて勝ちたいのだ。勝ちさえすればよいという気持ちをなぜ改めん。いや、しかし姿が入門以来短期間にこれだけ強くなったのは噛みついても勝とう、その気迫かもしれんぞ。なあ姿、僕は矢野先生にも勝ちたい。見ろ、お前の柔道は何か欠けていることに気がつかんのか。先生、僕の頭からは願れば日の先生の技が離れません。姿、あの橋へ行って私の教えた柔道の意味を考えてみるがいい。精神を忘れていると言われたが僕にはわからん。鼻が切れたのですね。はい、すみません、それをいただいて私が過ぎますから。君は荷物がある、僕の下駄に足を乗せたまえ。あの、私がいたします。僕の方が慣れてる。ありがとうございました。家へ帰るまでは持つでしょう。先生、警視庁は20日もお休みになったそうですな。あと1週間もしたら出るつもりだが。胃潰瘍の体では無理です。先生がお辞めになるときは私を推薦してくださるでしょうな。私は警視庁を辞めようとは思っておらん。誤解なさらんでください。私が申し上げたのは先生がお辞めになるときのことです。そのときこそ僕は日本柔術界を統合したいと思います。現在神明喝殺流の門馬三郎は大道芸人になり下がり、その他の柔術家たちもほとんど同じ道をたどっている残状です。その統合を君がしようというのかね。そうです、私には自信があります。私は先生の秘蔵でした。それにやがてはお嬢さんの夫として柔術界のために尽くしたいと思っています。早乙女を君が。先生、お嬢さんはきっと喜ばれますぞ。ただいま。
せ。どこへ行っていたのですか。父の使いに行ってきましたの。近頃評判の矢野正五郎のような人物が呪術界の統合を図るのではないかな。呪術界の大立者たる先生が西洋かぶれの矢野ごときに惑わされるなど心外ですな。矢野の実力は1年半前のメガネ橋襲撃でも有名ではないか。先生、敵に敬服することは降伏することです。日本古来の呪術のためにも講道館柔道などというものは決してしまわねばならぬ邪魔者です。実はそのことで門馬の弟子たちが私に来てくれと言っているので、今日はこれで失礼します。日垣、門馬の弟子には無礼の徒が多いぞ。先生はご病気のせいか気が弱くなられましたな。さっきから何をしていたのですか。三ちゃん、三ちゃんじゃないの。ああ、君か姉さんですか。立派な書生さんになって道理で近頃見かけないと思ったわ。どっかのお屋敷に勤めてるの。僕は今柔道の修行をしています。柔術じゃなくて柔道っていうと講道家の矢野さんに弟子入りしたの。日垣はお前を嫁にもらうのを当然のように言うのか。それが私にとってもお前にとっても幸せだと言っておる。お父様の一番弟子ですが、私あの人嫌いですわ。日垣は頭もいいし知恵も働く。呪術家仲間では腕も群を抜いてはおるが、私の弟子としてはおよそ不似合いな男だ。お父様、断ってくださいますわね。うん、断ろう。だがお前何かひどく嬉しそうだな。あら、私玄関で長屋で何をしておったのだ。お父様、今日はとてもいいことがありましたのよ。さんちゃんは門馬一味の柔術家連中は知ってる？知ってます。実はね、この間柔術家たちの集まりの席で私頬を叩かれて万座の前で恥をかかされたのよ。姉さんを叩かれるなんてどういうわけですか？私があんまり矢野さんのことを褒めたのが気に障ったらしいの。姉さん、柔術家たちを知ってるんですか？ええ、よく知ってるわ。あれだけ大勢いても立派なのは矢野さんを除いて警視庁の村井さんのほか数えるほどしかいないのよ。あんまり悔しいんだ私、村井さんに頼みに行ったら病気で寝てらしたの。ところが村井さんのところの弟子の日垣っていうの、腕は強いけど。日垣がどうかしたか？あら、八田に殴られたことで俺を恨んでいるようだな。当たり前じゃありませんか。事の起こりはあなたですもの。過ぎたことだ、忘れろ。この書生は何だ？柔術家の卵ですよ。僕は講道館の門下生です。あんなところはダメだ。柔術なら行ってみてくらいなら俺が教えてやろう。僕の先生は矢野正五郎師範だけです。さんちゃん、よく言ったわね。お、八田先生、いつかの冷やかし野郎はこの書生ですぜ。あの時の若造だな。矢野先生に投げられた人たちですね。てめえは矢野の門下になったな。ちょいと、ここは一体誰のお座敷だと思ってるの。八田さん、よくも私の頬を殴ったわね。うるさい、先生、思っちゃいけろ。君が姉さんの代わりだ。ハッタ、こんな若造に殴られて黙っているのか。よくも殴りやがったな。どこ。やめて。お前は俺と一緒に見ておれ。待て。
ださいよ。放っておけ。長屋の喧嘩のようなものだ。やれ。行動感じるのが分かったか。すぐだ。やめろ。待って、逃げろ。はい、逃げろ。はい、やめんか。やめたまえ。僕は正当防衛だ。黙れ。行くぞ。はい。戸田が警察から聞いた話だと、呪術家の他に担当を持ったブライカンを3人、他にジュンさんを投げたそうだな。申し訳ありません。お前は申し訳ないとは思ってはおらん。戦いながら我ながら強いと思っていたろう。お前の実力は私より上かもしれん。先生、私はやむを得ず戦ったのです。行動官と矢野先生の名を恥ずかしめられながら黙っていられますか。お前は私の柔道とお前の柔道との違いがまだ分からんのか。柔道とは先生が常々言われる道のことであります。違う。お前の柔道は人を倒すことより考えておらん。精神が全然欠けておる。違います。かつて先生が門馬一味に襲われた時の心境と全く同じです。違う。お前には本当の道は分かってはおらん。道とは人間がどうして生きていくか、どうして死ぬか、それを考えるのが道だ。柔道の道も同じだ。火の中にあっても水の中にあっても淡々として死ぬことを極めることだ。僕はいつでも死ねます。嘘を言え。お前の目は相手を倒すことだけだ。自分の死など考えてもおらん。先生、僕は死ぬ覚悟はいつでもできています。そうか。私が庭の池に飛び込めと言えば、飛び込んで死ねるか。死ねます。やだ。止ま。死ね。おしろ。創造師、どうしたんだ。姿は池へ飛び込みました。あれがそうか。いい音をして飛び込みおったの。姿を助けてやってください。余計な心配をするな。水に入って超人を見るか。池へ入ってから3時間になります。先生、許してやってください。キャッツは思い込むとテコでも動かん強情なところがありますが、あのままでは死にます。姿は出たければいつでも池を出られる。先生のお許しがなければ出られません。姿を殺すに忍びません。姿は死なん。考えておるのだ。ほら三四郎。おしょ、三時間も水に浸かっていて辛かろう。辛くない。ほほう、声だけは元気じゃの。この分なら当分は死ぬまい。三四郎、お前の捕まっているものは何だかわかるか。満身小僧にはわかるまい。悔いだ。わかりきっている。悔いだ。
そうよ、命の杭よ。お前もそれなしには泥沼へ沈んでしまう。丘へ上がるのは無念、杭がなければ死んでしまう。つまりその杭一本が悟りというものよ。うるさい、坊主の説教などいらん。ご助者、体は冷える、カエルは騒ぐ、昼は食いつく、腹は減る、杭は離せぬ、丘へ上がるのは無念。それが世の中というものじゃ。その中から柔道の悟りが生まれる。三四郎、悟りは常に客下にありじゃ。こりゃ分かったようじゃの。降参して上がれ。上がらん、降参はせん。よかろう、朝まで月を眺めながら雨に打たれて往生するか。お前も案外風流な小僧じゃの。雨だ。先生、お師匠、姿が呼んどるぞ。先生、僕はどうしたらいいのですか。柔道への至らぬ己が分かったか。分かりました。よし、上がれ。正しいからざらば、万行むなしく施す。
三四郎、いい勉強をしたの。和尚さん、お願いですから姿さんの稽古差し止めを許してもらってくださいな。お前もしつこい女子じゃな、何度来れば気が済むんじゃ。差し止めを許してもらうまでは毎日伺いますよ。事の起こりは私なんですから。今が三四郎にとってはいい修行じゃ。稽古もさせないで何の修行するんですよ。相手は猫じゃ。まあ猫ですって。私は三ちゃんの修行の相手などしたこともありませんよ。アホ、ほんまの猫じゃ。もう和尚さんには頼みません。矢野さんにお願いします。本土行っても誰もおらん。飯沼さんと門弟が一人おるだけじゃ。三ちゃんもいないんですか。猫の鳴き声のする方行けばおるじゃろ。ほら聞こえたろ。まあ、さんちゃん。ああ、姉さん、すまんでした。もう気にしないでください。僕が悪かったんだから。あなた、本当に猫を抱いてるの？この間の書生、新聞に出て追いばれたろう。とんでもない。あなたがこの間の喧嘩を止めてくれないばっかりに、姿さんはもう一月も稽古差し止めですよ。そうか。ちょいと、姿三四郎を片割りでもするつもりなの？あんな書生を相手にするか。俺の相手は行動官、矢野正五郎だ。えい！姉さん、できた。これが差し止め中の修行だった。よかった。おめでとうって言いたいけど、実は今日垣が本堂へ行ったの。え、日垣さんが？あなたは行っちゃいけないわ。飯沼先生、私がぜひ稽古をつけていただきたいんですが。そうか。もっとも二席一人しかおらぬが、日垣君、くれぐれも手柔らかに扱ってもらいたい。その点承知できるかな？承知しました。言っちゃいけないってば。強情ね。話してくれたまえ。あの人こそ何をするかわからん。狭いかな。ひろき、稽古だぞ。手柄のことをするな。二席、二席。ひろき、あれほど頼み、稽古中にも注意したのがわからんのか。私が相手をする。参れ。鬼頭流の飯沼先生に稽古をお願いするつもりはありません。私は講道館柔道と稽古をするために来たのです。飯沼先生、私が相手をします。この間の書生だな。相手になろう。お願いする。三四郎、それはならんぞ。稽古差し止めの身を忘れたのか。慢心者、帰れ。開け、帰るか。日垣源之助の行動は道場破りの上、行動官に戦いを挑んできたものです。このまま放っておいていいんでしょうか。それだけ行動官柔道が柔術界に真剣に認められたことになる。二席をうちまで送り届けてまいりました。姿、稽古着に着替えてくるがいい。先生はな、今日
姿の稽古差し止めをお許しになったのだ。ありがとうございました。実は安谷の道場開きの案内状だが、講道館から門弟を一人出してくれと言ってきておる。先生、他流試合は初めてですが、お受けになりますか。講道館柔道を柔術界に示すのだ。先生、お願いします。それこそ精神を伴った受け身だ。三四郎、野良猫がようそこまでやりおったの。姿、貴様は修行の鬼じゃ。先生、檜垣が講道館の道場破りをしたので面白くなってきましたな。八谷の道場開きが楽しみだな。二年前の腹いせがどんなものか見ておれ。お父さん、お願い、今度の試合は辞退してください。何を言うか、バカモン。今度の相手は必ず姿三四郎です。お嬢さん、バカなことを言うもんじゃありません。間違いありません。何、わしの相手があの車屋か。矢野ではないのか。姿さんに決まっています。二年前、私はあの人を見たときに、あれほど弟子入りをお願いしたではありませんか。私の勘に間違いありません。これが運命ですわ。お願いですから、恥を重ねるようなことはやめてください。まだ言うか。恥とは何だ。先生、お願いいたします。小僧、2年前の仕上がし入門、忘れてはいまいな。今日こそ稽古をつけてやる。来い。来たぞ。先生のお見舞いに伺いました。父は死ぬと思います。許してください。姿、よくも見舞い宿に来たな。帰れ。来なさい。本間さんは酒と卒中で倒れたのじゃ。あんたのせいじゃない。あなたと戦って倒れた父は、むしろ武術家として幸せだと思います。姿様、どこまでも強くお進みください。会えたわ。
嬉しそうね。君香さんも嬉しそうですわ。私は試合を見て好きな人が勝ったから。試合ですって？充実の。まあ、お父様まだ悪いの？この頃はすっかり元気になりました。父もことによると警視庁で一生一代の試合をするらしいのです。まあ、相手は誰ですの？それがまだ分かりませんの。先生が稽古を始めたとなると、今度の警視庁武術大会に矢野の行動官が参加するという噂は本当ですな？うん、新しい理念に基づく行動官を参加させるのは三島警視総監の英断だ。活気が出てよい。警視庁始まって以来の太夫試合だからな。先生、私を代わりに出してくださるつもりはありませんか？君は警視庁に配属してはおらんではないか。しかし先生の秘蔵弟子だということは事実です。先生、行動官の姿三四郎という男の噂を聞きましたか？門馬を一撃で倒し、その結果門馬は生死の境をさまよっています。武術家として試合で倒れるのは本懐というものだ。先生、矢野は必ず弟子の姿三四郎を推薦してきます。私が変わってもいいはずです。私には自信があります。日垣、私は三島総監の意思に従って出場するのだ。先生に万一のことがあったら早乙女さんはどうなりますか？日垣さんの話は父を蔑むにも程があります。父の気持ちも考えず、ご自分のことしか考えないのです。違う。先生の身を案ずればこそ忠告するのだ。私なら姿三四郎ごとき、あんな奴に必ず勝ってみせる。日垣、行動官の四天王を奴と呼ぶことは慎め。先生、敵を呼ぶのに何を慎まねばならんのですか？三島総監は行動官柔道が充実に勝てば警視庁武術手話係を行動官に任せる考えらしい。したがってこの試合は行動官の生死に関係する。その人選だが、私は出場しない。先生はどうして出場されないんですか？私は学習院の教師だ。その上、これからの行動官は君たちが背負ってかねばならん。先生が出場されないのなら、文科生を代表して姿を推薦します。おお、ほら、静かにせい。姿か。姿なら必ず勝ちます。なあ姿。僕には分かりません。勝つかもしれません、負けるかもしれません。姿、いつも寝に合わんぞ。あのほとばしる熱と闘志はどうした？文科生一同の前で遠慮するな。遠慮はせんです。勝つか負けるか、僕には分からん。見事じゃ。まさに動かざる心。負けるもよし、勝つもよし、悟りは常に着火にありじゃ。あら、君でしたか。下駄の花を告げて以来ですね。いいえ、二月前にお目にかかりましたわ。門馬先生の試合の日に町で。僕は気がつかなかったな。今日で三度お目にかかりますわ。長いお祈りのようでしたが。あなたもお参りにいらしたんでしょ？学校の試験のお願いですの。そんな顔に見えますか？ええ、法律学校の書生さん。違った。君は何の願いですか？私は父のお願いですの。毎日あと一月お参りに参ります。ずいぶん長いお参りですね。僕も時々来るから、また会えるかもしれない。私いつも今頃参りますの。僕も君のお父さんのために祈るから。まあ嬉しい。お父さんはご病気ですか？いいえ、試合に勝つように。
試合。父は柔術家ですの。今度の試合に父が負ければ私も父もおしまいですわ。どうしても勝たなければ。それに何か訳があるのですか。もし父が負ければ世の中で一番嫌な男に付きまとわれますの。でもその時は死ぬつもりです。死ぬ。ええ。お父さんの名は。警視庁武術世話係村井半助です。そうでしたか。私こんなことまでお話ししてごめんなさい。では。嬉しそうだな。お父様のことをお祈りしていた時、私下駄を告げてくださった書生さんに会いましたの。その書生さん、お父様の分をお祈りしますって。そうか。その青年はどこの人だ。私お名前を聞きませんでしたわ。だって恥ずかしかったのですもの。さあ、おためらしいな。姿、何を苦しんでおる。言え。何も苦しんでおりません。嘘を言え。言わぬか。言え。先生はどうしても大会に出るつもりらしいが、君はなぜ止めないのですか。父は勝ちます。きっと勝ちますわ。先生を守れるのは僕だけだ。君が僕の妻になってくれれば、僕は先生のために命を懸ける。それでもこの手を離すか。嫌です。離してください。僕は思ったことは必ず実行する男だ。早乙女さん。おやめなさいよ。君か。君かさん。今村井先生を見舞いした帰りなの。日垣さん、早乙女さんにお話があるんなら私も一緒に伺いましょう。芸者に話すことなどない。なんて男でしょうね。早乙女さんのお参りを待ち伏せるなんて。私今度の試合でどうしても父に勝ってもらわなければ。一体相手は誰ですの。姿三四郎という方です。姿三四郎。ええ、とても強い方です。総監、矢野正五郎が代表として姿三四郎を推薦している以上、私が村井先生の代理として出していただけない理由はないと確信いたしますが。君の強さは柔術格闘が認めている。しかし村井主案の代理として出すわけにはいかん。なぜでありますか。警視庁の試合は力量を割るのはもとより必要だが、それ以上人柄と真意が第一の条件だ。分かったら帰りたまえ。私に人格と品位がないと言われるのですか。誰が総監に進言いたしました。誰かと聞くその心願いか。私の最後の試合だ。心残りなく立派な試合をしてくるぞ。私お父様に勝って勝ってとお願いしたのは間違っていました。私は勝とうと負けようと日垣との結婚は絶対にさせん。安心するがいい。
の試合が終わったらお前が三度会ったという青年を一緒に探しに行こうな。すみません、お父様。三四郎、お前その娘に惚れているな。そんなことはない。僕は今日まで死の思いでこの試合に備えた。払っても払ってもその娘の悲しそうな顔が浮かんでくるのです。それはお前が娘に惚れているからじゃ。今お前は池に娘の悲しそうな顔が浮かんでくると言ったな。バカモン、池にいるのはお前自身じゃ。お前は一晩中池に浸かっていたことを忘れたのか。あの杭にしがみついて悟ったことがあろう。あの時の気持ちになぜなれんのじゃ、バカ者。そうだ、僕は相手を意識しすぎて柔道の道まで捨てるところだった。その通りだ。分かったぞ。勝っても負けても道は一つだ。和尚、行ってきます。みんなが待っている。早う行け。試合時間30分。では、始め。
勝負を預かり、参った。技もいらん、何もいらん。ただお前の手が村井師範に触れるだけで倒れたんだ。それをなぜ貴様立ったままでいたんだ。貴様仮にも行動官の代表だぞ。姿、俺は行動官の生死をかけた試合にお前が最後を語らなかったのを惜しむから言うんだ。待て、姿はこの試合に成功を傾けた。村井師範を倒すのに忍びなかったんだ。違います。何が違う。僕はあの澄み切った道を極めた達人の目を見たとき、自分の身を引くことも出ることもできなくなったのです。あれこそ人間の姿ではない、神の姿です。姿、三島総監がお前に会いたいと言ってらっしゃる。先生もご一緒だ。すぐに行け。俺が悪かった。俺は勝つことだけしか考えていなかった。早く三島総監のところへ行ってこい。僕は村井師範を見舞ってきます。姿、充実閣下が興奮している時だ。やめろ。村井師範が義勇見識ともあれほど大人物だとは思いませんでした。姿は試合の最後に完全に村井師範に圧倒されたのです。試合はあれでなくてはいかん。一般には姿が遠慮したと見えたであろうが、まことに完璧なものであった。なんだ。閣下、私の申し上げた通り、警視庁はこの試合で汚名を残しました。君、汚名を残すとはどういうことだ。あなたに言うてはおらん。三島閣下に申し上げておる。志垣、まだわからんのか。政治よ。姿君はここへは来んかな。来ません。おそらく無事世話係も辞退します。村井も立派な男で絶対に留任はせん。困ったの。姿は村井氏を見舞う心でいっぱいでしょう。よく来てくれた。君は強い。完全に負けたよ。運が良かったのです。いや、強い上に立派だ。第一、心構えが立派だ。私はこれほど気持ちの良い試合をしたことはないよ。先生、お大事に。ありがとう。待て。俺が代わりに立ち会いたかったのだが、いつか行動館で必ず立ち会うといった言葉を忘れはせんだろうな。覚えています。姿、貴様は村井師範が動けなくなったのを見て三文分子でも書きそうな幕切れをしてみせたが、
それほど人気が取りたいか。恥を知れ。姿君はやっぱり来てくれんな。私早乙女、敵と思って恨んではいかんぞ。実に立派な青年だ。でも私、お父様を任した人にお会いするなど嫌です。ごめんください。姿君だ。お父様、私が参ります。いらっしゃいませ。あなたは？僕が姿三四郎です。あなたが姿様でしたの？はい。私はあの試合を通じて先生に教えていただいたことが身に染みて分かりました。姿君、長い柔術生活で負けて気持ちが良かったのはあの時が初めてだよ。君は武術世話係になったそうだが、君なら必ず務まる。何を言われます。世話係は村井先生だ。何？私だと？そうです。僕は村井先生との試合で精神の在り方を反省しました。矢野先生も武術世話係は村井先生より他ないと三島総監に申し上げたところ、総監も大変喜んでおられました。そうか。そんなことは知らなかったよ。早乙女。父に代わってお礼を申し上げます。神社で君の話を聞いた僕は試合を辞退とまで悩んだが、武術の道はそれを許さなかった。姿様、父はあなたとの試合をどんなに喜んだかお分かりですか？先生との試合は僕にとっても生涯の思い出です。早乙女が長い間胸に秘めていた人は姿君だな。お前が姿君を見て叫んだ声で分かったよ。親子の間でそれが分からんはずはないだろう。なあ姿君、親とはそういうもんだ。わかるだろう。僕はみなしごです。家庭の温かさを知らんです。ご両親はないのですか？今は矢野先生が父であり恩師です。そうか。いや、こんなうちでよかったらいつでも来てくれたまえ。矢野先生がくれぐれもよろしく申しておりました。矢野さんはいい弟子を持って羨ましい。おそらくこれからは講道館柔道が伸びていくであろう。先生、これで今日は失礼します。もうお帰りですか？今日は用事がありますので日を改めてぜひ伺います。そうか。なあ姿君、早乙女の気持ちを組んではもらえんかな。わずかな時間ですが家へ帰ったような気がします。本当ですか？嘘は言いません。近いうちにぜひ来てくれたまえよ。必ず伺います。早乙女、玄関までお送りしなさい。はい。
姿、何をしに来たのだ。姿君は私が来てもらったのだ。何のために呼んだのですか。日垣さん、僕が先生を見舞ったのです。誤解しないでください。先生、失礼します。待て姿、貴様は敗残者の前でそれほど優越感を味わいたいのか。良い新刀流は村井師範だけのものではない。俺がいる、実力第一の俺がいる。警視庁世話係になったと思ってのぼせるな。日垣さん、世話係は村井先生です。あなたの言葉は先生をないがしろにしている。何、やめてください。どけ。日垣、やめろ。やめるか。そのため、姿君を表通りまで送りなさい。先生、先生は行動官の軍門に下ったのですか。日垣、言葉を慎むか。おい、ちょっと来い。この頃嬉しそうじゃの。試合が終えてホッとしました。何を言うか。どうしたんじゃい。これ見、村井早乙女じゃ。おっ、これで5本目の恋文じゃぞ。公開しろ。はい、公開します。おい、ここで読め。はい。そうだ。どうした。村井師範が亡くなりました。敵の長官を受けんぞ。日垣さん、おやめください。敵の長官を受けるほどまだ新刀流は廃れてはおらん。日垣さん、あなたは仏様の気持ちも考えずにその花をどうなさるつもりです。芸者の口出しすることではない。矢野と姿は揃って外貨を上げに来たのだ。それこそあなたのひがみです。行動官の方は人様のなさぬ道をちゃんと踏んでいらっしゃいますよ。日垣さんこそ気違いだったです。黙れ。お待ちください。私は村井の娘としてこのお花をお供えします。行動館のお花は父の霊に供えられたものです。それは表面だけの話だ。彼らは村井先生を弔う気持ちなど毛頭ない。敵の蹂躙に任せて城を明け渡し、いいダクダクとしてその膝に屈していいものか。どけ。しかし、やめ。かねての約束通り、貴殿との決闘、来たる17日夜8時、右京ヶ原において決行いたすべきこと。立ち会い人、鬼頭流飯沼師範。公開の席において試合せざるは、生死を決戦がためなり。Yeah!
今日の貴様には手回しも出ない。姿、試合が終わったというのにその先はどうした。姿、柔道を忘れたのか。精神を失った決闘の技だと。三四郎の息の根を断ってみせる。お願い、姿様と決闘なぜやめて、やめてください。何を悲しみわめくのです。君は両位新刀流後継者日垣源之助の妻のはずではないか。待ってください。みんな揃ったぞ。三四郎、妙なところでわしを待っていたな。死ぬ覚悟か。和尚に見破られるようでは僕もまだまだ修行が足りん。相手は日垣源之助か。どうだ、わしの懐へ逃げ込む気はないか。止めんでください。いつかは必ず戦わねばならん相手です。死ぬもよかろう、生きるもよかろう。僕はあの命の悔いを忘れぬ。三四郎、悟りは常に客観にありじゃ。日垣さんから決闘のことを聞いたんですね。あなたを殺すと。僕は死ぬために行くのではない。日垣は何をするかわからぬ残酷な男です。お願い、私をやめてください。姿様、僕たちは戦わねばならぬ。嫌です。あなたがなくてどうして私は生きていけます。早乙女さん、これが僕と日垣さんとの宿命なのだ。男と男の避けられない戦いです。日垣には何人もの武術家がついています。一人ではないのですか。あなたは殺されます。今姿は必ず一人で右京河原へ来ると言ったな。敵を褒めることは降伏することだ。俺は君たちに助太刀を頼んだ覚えはない。うわっ、日垣君、姿は俺は共同の敵だから行動を共にしてんな。誤解するな。うるさい、帰れ。日垣君、うわっ、帰れ日垣君。相手は日垣だ。何をするかわからん。先生はまだお帰りにならぬがどうする。ぐずぐずしておる場合ではない。右京川へ急げ。よし。お先生、日垣から姿へ果たしようです。先生、姿がやられます。我々を生かしてください。ならん。
先生、姿を見殺しにはできません。行かせてください。ならん。勝手な試合は断じて許さん。行動感柔道は決闘のための技ではない。もう我慢ができ、先生ごめん。まだ分からんのか。ほら、慌てるな。名札を見。報道官に迷惑をかけぬため、自ら破門して出て行った三四郎の心を込め。一人で来たのか。約束はたがえません。最後に二人に忠告をする。どうしてもこの試合をやめることはできるのか。先生は試合の結果を見届けてくださればそれでよろしいのです。私は柔術家としての二人を惜しむから言うのだ。先生、くどくはないですか。姿、来い。待て、姿くん、考え直してくれ。先生、愚かな者とお笑いください。これが僕たち二人の運命です。姿、この場に当たって山言うことを言うな。来い。死ぬもよし、生きるもよし、悟りは常に客観にあり。ほらくら。
くなっちゃう。日垣さん、試合は終わりました。試合というのか。それまで二人とも恨みを残さずに別れるがよい。日垣さん、別れましょう。負けた。俺は人間に負け、技に負け、その上殺そうとした君に命まで助けてもらった。姿君、それでも君はこの俺を許せるか。許すも許さないもありません。試合ではないですか。それが分かってもらいましたか。柔術は一族一派の道具ではない。あなたに知ってもらいたかったのはそのことです。日垣さん、失礼します。君を決して忘れない。しかし規則を破った僕は講道館へは帰れない。旅に出る。姿先生。先生、見ていたぞ。3年前、門馬一味に襲われた時、私が試合だと言った言葉をよく覚えていたな。旅に出るがいい。早乙女君は私が預かる。やればできるさ、できなけりゃ男はもう一度やり直す。